はい、お疲れ様でした。今日経絡マッサージ本格コース第6回目終了しましたけども、今日の理論また実技の手応えを教えてください。はい、理論の方はまあいろいろ難しい、その漢字がツボの名前やらその経絡の通り道やら、まあ、ちょっと難しいところがたくさん出てきたので、もう頭がついていくのがちょっといっぱいいっぱいだったんですけど、自分でちょっとしたこの本を見た時にやっぱりここからここまでの流れなんだっていうふうにこう見ていたのが、あ、全部つながってるんだなっていうふうに、まあ、より具体的に理解ができたのかなっていうふうに思いました。だからなんとなくその表面的な平らなその頭の中の構造からちょっとこう立体的に考えることが少しできたのかなっていうのがありました。はい、今日実技は私30分やってもらったんですけど、はい、どうですか自分では。またなんて言うんでしょう、流れをコース的に考えるのもまたそれはそれなんですけど、まあ、全体的にっていうよりもやっぱり私がやってもらった印象はとても気持ちよかったっていうのがやっぱり大きかったかなっていう、まあ、自分が一番やってほしいところを集中してやってもらったので、とてもやっぱり気持ちよく終われたっていうのがやっぱりありました。でやる方に、回ったらやっぱりそれはそれで聞きながら時間を、まあ、気にしながらお客さんに満足してもらうようにその範囲の中でやるっていうのは結構難しいことだなと思って、また回数を重ねないところもやっぱりなかなかできないことなのかなっていうのは難しさは思いました。いやでも今日30分で十分、30分で3000円は十分もらえると思いますので、はい、ぜひこのまま頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。お願いいたします。